ぽ。シャングリラドライブ。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。
倒しちゃうよね。
ご飯食べるので、その間キャラストでも。ギフト、ありがとうです。海猫実写舞台版が YouTube で7日まで見れるみたい。スカポンさん、いらっしゃいです。シグマ A の王、申し分ない広さの上、寝床もふかふかじゃの。好きに使わせてもらおう。そうじゃな、ちゃんと使い方も確かめておくがよい。なるほど、そのように使うのか。トイレ知っておるぞ、かわやじゃな。それくらい知っておるからな。うっしゅえっとな、見くびるでない。その程度見破ってみせるわ。百聞は一見にしかず、こういうことは実際に試してみるのが一番じゃろう。無防備なところを不意打ちしてきおった。ウォッシュレットは封印じゃ。ところで、茶を飲みたいときはどうすればよいのじゃ。わらわは茶に少々こだわりがあっての。これくらい言われずともわかる。火を起こせばよいのじゃろ。わらわの妖術を使えば造作もないことよ。見ておるがよい。そうなのか。ではなく、それも知っておったし、こういう方法もあるぞとお主に教えてやろうとしただけじゃ。決して知らなかったわけではないぞ。どういたしましてじゃし。なんじゃ。部屋で火を起こすのはやめましょう。知らなくて当然。恥というなら、知ったかぶりを見透かされる方がよっぽど恥ずかしいことなのかもしれん。明け茜一つとってもそうじゃ。この世にはわらわの知らぬことが山のようにある。わらわ一人じゃったら、ずっとずっといつまでも何も知らぬままであったろうな。世界を広げてくれたお主には感謝しておるぞ。
あら、隊長くん。隊長くんもトレーニング？こやつにしごかれたのじゃ。しごいたなんて、ちょっと強めの準備運動？これくらいでエルはドラゴンだったのか。バラ、おのれ。勝負じゃ。バラワの力を思い知らせてやる。へえ、どうやって思い知らせてくれるのかしら。力比べに決まっておろう。日本の伝統競技、相撲で勝負じゃ。ああ、知ってるわ。相撲ね。組み合って戦うやつでしょ。でも確か土俵がいるんじゃなかったかしら。それに相撲って裸でやるんでしょ。せっちゃんがいいならお姉ちゃんは裸でも構わないけど。こんにちは。裸ではないわ。ふんばし、まわし。服はこのままでも組み合える。いらっしゃいです。姿勢だけにはなるが、土俵の再現も可能じゃろ。この一戦、妖子と竜神の歴史に残る大勝負じゃ。負けるわけにはいかない。すっごいやる気ね。いいわ、受けて立ってあげる。果たしてその分、妖子であるわらわに通じるかの。どの程度の実力なのか試してやってもよいぞ。隊長くん、審判として立ち合いをお願い。公平にジャッジしてね。始まったばかりよ。この…本当に動かん。せっちゃん、エルさんはドラゴン族らしい。頑張れ。むぃ、それ腹立つの。もう、せっちゃんを応援してるんじゃない。でも、長引くもなんだしね。次はこうはいかぬからな。覚悟しておくのじゃ。ならばもう部屋に帰る。あ、待って、せっちゃん。はい、これ頑張ったでしょうのキャンディーよ。え、ありがとう。なのじゃ。どういたしまして。報告は以上です。トラブルもないし、館内の治安も問題ないと思う。一般常識はだいぶ覚えてきたよ。でもまだいろいろなものが珍しいみたい。いつもそわそわしてる。兄さんが？そっか、じゃあ案内するね。ちょうど今はナーミルちゃんが面倒を見てるはずだから。あ、小春に隊長さん。この鉄の馬について聞いておったのじ
すの？なに、良いのか？あ、隊長さん、いいの。では早速。なんじゃ、ピクリともせぬではないか。動かんのではつまらぬぞ。早く動かし方を教えるのじゃ。うむ、よろしく頼むぞ。終了まであと5分なのです。30分延長しました。なるほど。ならば真剣に向き合わねばならぬな。驚いた。想像以上。これなら技術さえ身につければ心強い味方になるよ。どうじゃ、わらわの力、恐れ入ったか。早くこいつの動かし方を教えろ。お調子者の性格は何とかしなきゃね。ずいぶん混み合っていますね。そうですね、夕食後もやることは山積みですし。そうしましょう。いただきます。シグマ、おお、お見苦しいところを失礼いたしました。主様、なるほど、あの小娘どもやってくれましたね。まったく、これだから子供。後ほどしっかりと注意しておきましょう。今は主様との大切な食事の時間ですし。
残すわけにはいきません。それにこれはこれで癖になる絡みです。さあさあ、今日は何があるのじゃ。何でもいいから案内するがよい。来場しました。むにむに兄さん、せつちゃん、ちょっといい？兄さん、お仕事が溜まってるんじゃない？せつちゃんの案内、私が代わってもいいけど。うん、いいよ。それじゃあ、私も一緒に行こうかな。しかし馬娘チャリティーダービーが好きな一人が来場しました。もみもみ AC さん、そういうこともあるのだろう。あまり深くは掴んでおいてやろう。種族なんて関係なく、兄さんは大切な家族だから。何があってもそれは変わらないよ。家族か。私と兄さんのこと、また今度ゆっくり説明してあげるね。説明といえば、小春は本当に説明がうまいの。話がすっと頭に入ってきおる。せつちゃんがいろんなものに興味を持って、しっかり説明を聞いてくれるからだよ。それに、すごく楽しそうにしてくれるから、私も説明してて楽しかった。別に普通じゃが、浮かれてなどおらぬが。そっか。それにしてもここは本当に良いところじゃな。うむ、こんな状況下でもみんなが助け合い励まし合って生きているのがよくわかる。それもこれもお主の器の大きさかの。みんなが慕うのもわからんでもない。そうなの、兄さんはね、そういう人なの。せつちゃんも分かってくれるんだね。なんじゃ急に。実はね、兄さんは昔から人望が厚い人なんだよ。優しくて頼りがいがあるんだから。いや、それでね、その時に兄さんは私に。全然終わらん。やばい、こいつはやばいのじゃ。まだ話し始めたばっかりなのに。また今度ゆっくり聞かせてもらうのじゃな。そうだね。じゃあ今日の案内が終わったらじっくり聞かせてあげる。
でもこれくらい強くしないと。兄さんの背中カチカチだよ。指が疲れてきちゃって。兄さんだってそう言ったよね。どう？それだけじゃなくて、こんなにもひっついているんだよ。何にも感じないの？えい！兄さんの背中って硬くてゴツゴツして、こんなに広かった？いろいろ困るって？それってもしかして私のことを？そっか。困って困って。他にもあったような。なんだっけ、兄さんわかる？そっかそっか、それじゃあわかんないよね。うんうん、しょうがないしょうがない。そんなことないよ。兄さんにマッサージして今は元気いっぱいだし。なんでだろうね。頑張ってね、兄さん。兄さん、いる？兄さんの部屋掃除しようと思って。毎日忙しくてしてないでしょ？掃除しないとカビとか繁殖して病気の元になったりするんだからね。ほら、早く部屋に行こうよ。じゃあ勝手に入って勝手に整理整頓されてもいいの？じゃあ決まりね。兄さんはそこに座ってて。そうは言っても全然してなかったんでしょ。いいからいいから。それじゃあ始めるよ。ちょろちょろ動かないでね、余計に邪魔だから。座ってて。ねえ兄さん、こうやって兄さんの部屋を掃除するのも久しぶりだよね。やっぱり邪魔
暇だったかな。そうだね、本当に久しぶりだよね。私ね、兄さんと一緒にいたかったから軍に志願したの。他のみんなには兄弟なのに変って言われるんだけど、なんだろう、とにかく一緒にいたいの。それってやっぱり私と兄さんは実の兄弟じゃないっていうのもあるのかなって。そうだよね、そうなんだけど、ちょっと違うかも。はい、まあ大体こんなものかな。他に気になるところはある？めんどくさがらずちゃんと掃除してね。せめて私に声かけること。手伝ってほしいことがあったら遠慮なく言ってね。お掃除でもお洗濯でも頑張っちゃうから。ちょっと離席しますね。戻りました、ショボーン。隊長、よかったらこれからトレーニングに付き合ってくれないか。
ゲームが好きな一人が来場しました。いけいけゴーゴー。皆さんこんばんは。ミミミさん報告ありがとうございます。行くぞ。決心してくれよ。こんばんはです。
第14位にランクインしました。どうだ、当たれ。大丈夫？無理はしないで。負けるわけにはいかないんだから。我が必殺の一撃、しかとし、ここが踏ん張りどころだぞ。これでどう？仕事から帰ってきてご飯作るのだる、ゆりりんさん。つい単位なのになっちゃうときありますよね。ですよね、ゆりりんさん。いいです、助けていただき、外で食べてくればよかった。ゆりりんさん、私に差し出せるものがあれば何でも言ってください。はい、何でも構いません。眠くなってきちゃった。いろいろと外食できるお店あるのはいいわ。ザ・東京、ゆりりんさん。いけいけ、ゴーゴー。おお、ごめんなさい、私の力が足りないせいで。でも高い、ゆりりんさん。今外食も高めなのか。コンビニもいつの間にか結構高くなってましたね。眠くなってきちゃった。コンビニもスーパーもですよね、ゆりりんさん。終了まであと5分なのです。
30分延長しました。大根と豚バラをポン酢で炒めてきます。ゆりりんさん。おうおう。はい。炒めつけてやる。ゆりりんさん。ビク。ここに広告枠から一人が来場しました。一気に行くぞ。蹴散らしてくれるわ。メル、倒したよ。ご褒美は。
何なりとご命令ください。主様、あなたが望むことなら私は何でもいたします。最近シャングリラドライブでピック SSR 当たらなくて結構気持ち的にしょぼーなる。悩むな。とりあえず限定じゃないと思うから何かのガチャでひょっこり当たるかもって思いながら悩むな。ということでこの当たりで終わりますね。来場者数18名様、コメント、ご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。悩むな。お疲れ様です。